メアリー・マッキロップは、オーストラリアのローマ・カトリック教会の修道女、聖人。マッキロップは、ビクトリア州のメルボルン市フィッツロイに生まれる。父親は、ローマで教育を受けた司祭で、母親は、スコットランド出身の女性だった。夫婦の間には8人の子供が生まれたが、メアリーは、最初の子供だった。1866年、聖ヨセフ精神修道会を、 南オーストラリア州のペノラという都市に設立した。ここで彼女は恵まれない子供たちを教育した。1871年に彼女は破門されてしまう。1873年に彼女は教会への復帰を目指してローマを訪問し、教皇ピウス9世から修道会活動の承認を得て、ニューサウスウェールズ州やニュージーランドでの活動を始め、レオ13世もこれを認めた。 1909年8月8日、シドニー北部で死去。マッキーロップはオーストラリア人として、初めて1995年、ローマ教皇ヨハネ・パウロ2世によって列服され、2008年7月17日に教皇ベネディクト16世が、ワールドユースデイシドニー大会開催の際、彼女の墓を訪問し、翌2009年12月19日に、彼女の奇跡を認め、 2010年1月19日に劣勢されオーストラリア初のカトリック聖人となった。ありがとうございます。